どうも、タモンズ阿部です。折の晩酌ご視聴いただきましてありがとうございます。本日からですね、オリックスの試合の後にですね、ちょっとまあ一人でちょっと反省会でもしてみようかなと思いましてね、オリックスの今日の一日のトピックスをね、まあ、上げていこうかなと思っておりますね。今日はですね、こちら、西武対オリックス戦ということで3対2負けました。泥沼の7連敗でございますね。もう不思議なもんでね、まあ、悔しいという感情はもうちょっとどっか行っちゃいましたね。もう呆れという感情にこう移行しつつあるんですけどもね、まあ、今年はそうなるのがえらい早かったなと思いますけども、そしてまあ2つ目ですけども、やっぱねミスがね漏れなくちゃんと失点につながりますよね、オリックスっていうのはね。まあ、西武なんかはね、今日外崎エラーしてましたけども、ちゃんとその後平井がね抑えてましたよ。これチームでカバーしてましたよ。オリックスどうですか？ T 岡田エラーして、中川エラーして、もう両方ともね漏れなくちゃんと失点につながっておりますね。もう精密機械のようにエラーをしたら失点をするというね、もうそこはもうマストでやっとるみたいですね、どうもね。あとね、やっぱ3つ目、オリベンチの悲壮感ですよ。まあね、声出し隊長、伏見君が、ちょっとまあ頑張ってくれとるとは思うんですけどもね、もうどうももう、皆さん顔が死んでらっしゃるね。だって西武ベンチなんかね、今日なんか、鈴木翔平選手がね、ノーアウト1塁から、特に工夫もなく三振に倒れてた時とかもね、こう辻監督が呼び出してね、お前あらないでみたいな感じでこう笑顔を交えながらね、こう愛のあるこう説教をねしてましたよ。オリックスにねそういうシーン私見かけたことないんですよね、本当ここ最近。本当鬼のようなね説教を食らってる、伊藤選手は見たことありますけどもね。ちょっとね、ああいうのオリックスにも欲しいな。なんかこう選手とね、首脳陣のコミュニケーションっていうんですか、そのちゃんと取れてんのかなってこう心配になりますよね、本当。あとね、なんといってもこちら4つ目ですけども、打たないね。まあ打たない、ね、まあ、今日はロドリゲス選手のねホームラン出ましたから、まあ、2点取ったって言ってもね、もうつながって点を取ったのも全然もうないですよ、今年に関しましてはね。特にね8番大城、9番後藤俊太ね、あれもう使わなあかんかね、もういいんじゃないの。ロドリゲスなんかもうこれ外人でね、こう使い続けたらいつかも大爆発する可能性ありますけど、この2人を使い続ける意味って何なのかなと思いますよね、本当。2人ともね、髪型はね、一番攻めてるんですよ。大城もね、ドレッドヘアみたいなね、俊太はもう、すごい、えらい2ブロックでね、もうね、本当、誰よりも髪型は攻めてるんですけどもね、誰よりも攻撃力がないというね、本当もう悲しい現状ですよ。もう一度ね、2人ともスポーツ狩りかなんかにしてみるのもいいんじゃないですか、ちょっとね。まあ、好材料としましては、今年はやっぱりね、アルバース先生ですよね。まあ、最初のね、試合はちょっと初回ぐだって、まあ、でもその後綺麗に抑えてましたし、今日もちゃんとね、エラー絡みの失点以外はね、しっかり抑えてましたよ。あんなに早く帰る必要あったかなとは思いますけどもね、ちょっと西村さん焦りすぎじゃないっていう気もしますけども、まあ、こんだけ負けてたらしょうがないのかな。まあでもあとね、もう一つね、ロドリゲス選手の来日初ホームラン出ましたよ、待ちましたよね。あとはね、あとは吉田正尚でしょね、正尚のホームランが早く見たいですよね。まあ、特にね、あと何かといえば、もう特になしですね、トピックスに挙げるようなこと、今日はもうなかったですかね、特にね、本当、普通の今まで通りのオリックスの負けです。まあ、なんですか、
今7連敗してますけどもね、うん、まあ9敗してるんですよね、全部で9敗してるうちのね、6試合が1点差負けということで、まあ勝負弱いね、ほんと、うん、びっくりするぐらい勝負弱いですよ、ほんと。もういつものオリックス、うん、それ以上なし。なんかトピックスで挙げるとしたらね、松沼さんの無観客試合で皆さんちゃんと傘持ってきてるんですかねっていうボケがね、実況の谷口さんにスルーされるという事件がありましたけどもね、まあそれ以外はもう特に挙げることもないかなと思いますね。というわけでね、明日こそ連敗脱出頼みますよ。それではさよなら。Thank you.